お風呂に関する雑学。お風呂に炭酸が含まれる入浴剤を入れると炭酸ガスが皮膚に浸透して血行が良くなる。お風呂に塩類の入浴剤を入れると身体から熱が逃げにくくなりポカポカ温まる。足湯は気軽に入れるお風呂の一つであり、温まることで全身の血行が良くなり身体が温まる。蒸し暑く寝つきが悪い夜は寝る2時間前にぬるま湯に浸かることで体温が下がり寝つきが良くなる。毎日しっかり湯船に浸かることで汗が効率的に出るようになり熱中症予防にもなる。風呂の残りを洗濯に再利用する際は入浴剤を入れた時は再利用しない方がいい。入浴剤が入っているお風呂から上がる時、身体をシャワーで流してしまうとせっかくの成分が流れてしまう。風邪をひいた時はぬるま湯に短く浸かると効果的である。ぬるま湯に浸かると副交感神経が働くことで緊張がほぐれリラックスした気分になる。熱いお湯に浸かると交感神経を興奮させて心身どもに刺激を受ける。その後に冷たい飲み物を飲むと血流が悪くなりお風呂が無駄になる。暑い日には冷却系の入浴剤を入れることでさっぱりする。筋トレなどのトレーニングの後にはぬるま湯に浸かることで疲労回復になる。お風呂に毎日入る人は全体の8割9割程度であり、お風呂に入るのが面倒で月に1回という人が全体の約 3% である。実際にお風呂に入る約2割の人は月に1回大衆浴場を利用している。お風呂に浸かる時間の平均は約20分から30分であり、お風呂に浸かっている時間は考え事やマッサージをしている人が多い。リンスを使わない男性は約 70% とかなり多い。湯船に浸かる時間は30分程度が最適であり、湯船に浸かりすぎると脱水の可能性がある。最適なお風呂の温度は40度で人肌より少し暖かい程度が良い。42度以上のお湯に浸かっていると交感神経が優位になってしまい寝つきが悪くなる。シャワーを15分以上浴びる場合は湯船に浸かった方が経済的な可能性がある。お風呂に毎日入っている人は全体の一部では基礎代謝が 10% ほど高い。朝にお風呂に入ると夜に入るよりも光熱費が高くなる。一番風呂は不純物がほとんど存在しないため浸透圧が高く皮膚のミネラルが流出して乾燥肌になりやすい。お風呂に入った直後に眠ってしまうと睡眠中に体温が必要以上に低下してしまい眠りが浅くなる。そのためお風呂に入る時間帯は眠る1時間から2時間前が適当である。お風呂という言葉の語源は室という言葉がなまったとされ、蒸し風呂のことを指す。お風呂はもともと大衆で入るのが普通だったが、家でお風呂を本格的に設置したのは昭和の高度成長期である。江戸時代のお風呂は蒸し風呂が主流で男女混浴が当たり前だった。お風呂に入った後の残湯を1日置いておくと菌が繁殖する。湯船で正座をするだけで筋力が上がり日中の姿勢が良くなる。湯船に足を伸ばした状態で浸かると次の日の朝にむくみやすくなる。お風呂上がりは全身が潤っており、爪切りや無駄毛の処理に最適な状態になっている。1週間に髪の毛を洗う回数は平均5から7回だと言われている。朝起きて5分シャワーを浴びるだけでうつ病と不安障害の改善になる。お風呂上では 60% の人が歌を歌ったことがあると言われている。シャワー中の音はホワイトノイズに該当するのでブレインストーミングがはかどりやすい。実際にシャワー中に革新的なアイデアを思いついたという人は多い。ライト兄弟が彼らの飛行機の原案を思いついたのはシャワー中であった。新しい浴槽にみかんの汁や歯磨き粉をつけたままにしておくと割れてしまう。お風呂で頭から洗う人は共感能力が高い。風呂敷はもともとは風呂に行くときに使われていた。温泉卵は約70度の湯に30分入れて作られる。日本最古の公衆浴場は631年に創建されたものである。日本には約2万7000の温泉が存在する。日本の入浴剤の市場規模は約1000億円である。露天風呂には自然の中で入浴することでのリラックス効果がある。フィンランドでは家の一部にサウナがあるのが一般的である。ミストサウナは湿度が高いため肌に優しい。温泉は皮膚病に効果がある。炭酸の温泉は血行促進に効果がある。毎月26日は風呂の日であり、イベントなどを行っている入浴施設が多い。古代ローマでは風呂が社交場としても使われていた。岩盤浴には発汗を促す効果がある。泡風呂はエジプトで発明された。お風呂での読書はリラックス効果が高いとされる。さらに入浴中に音楽を聴くとリラックス効果を高められる。
西洋では入浴よりシャワーが一般的である。薬草を使った薬湯には様々な健康増進効果がある。一部の温泉では混浴が今も許可されている。日本最古の温泉は大分県のものである。入浴剤の香りにはアロマテラピーの効果がある。炭酸風呂は19世紀のヨーロッパで初めて登場した。非常に細かい泡を利用するマイクロバブルバスは肌の汚れを落とすのに非常に効果的である。お風呂に入る時間帯は日本では夜が一般的であるが、海外では朝である。温泉まんじゅうは温泉の蒸気を使って蒸されたまんじゅうを指す。半身浴は心臓への負担を軽減した入浴方法である。サウナや水風呂には血行促進とリフレッシュ効果がある。炭酸温泉には美肌効果がある。入浴前に一杯の水を飲むことで入浴中の脱水を防ぐ。お風呂でため息をつく理由は緊張がほぐれるからである。お風呂は定時に行うと美容と健康に良い効果がある。入浴前に軽くストレッチをすると体の血流が良くなり、入浴後のリラクゼーション効果が増す。入浴時間が長すぎると肌の乾燥や血行不良を招くことがある。泡風呂はリラクゼーション効果があるものの、敏感肌の人には皮膚に合わないことがある。お湯に溶かす入浴剤には皮膚からの老廃物を排出し、肌をすべすべに保つ効果がある。温水プールには体力のリカバリーや筋肉の疲労回復効果がある。温められた石を浴槽に入れるホットストーンバスは石が体に負担なく熱を伝えるためリラックス効果をもたらす。入浴前のシャワーの温度を少し低めに設定すると入浴後の体温変化が緩やかになり、リラクゼーション効果が長続きする。入浴後に水分を取りがちだが、入浴前の水分補給こそが脱水症予防や体温調整に役立つため大事である。公共の温泉やプールには消毒のための設備が必要である。肌が乾燥しやすい人は湯上がり後はすぐに体を拭いて保湿する方が良い。朝の入浴には体を目覚めさせる効果がある。浴室の照明に暖色系の色を使うとリラクゼーション効果が高まる。お風呂に行ってきたらすアロマオイルはリラックス効果を高める。お風呂で行う軽いヨガやストレッチは筋肉の緊張をほぐし心身のリラックス効果を高める。マッサージは筋肉の緊張をほぐす効果が増しリラックス効果が持続する。静かなお風呂で行う瞑想は心が落ち着きやすくストレス解消効果が高い。ミルクを入れたお風呂には美肌効果が期待できる。レモンやオレンジなどの柑橘類をお風呂に浮かべるとその爽やかな香りがリフレッシュ効果をもたらす。温かいお風呂と冷たいお湯を交互に繰り返すことで血行促進され疲労回復や筋肉回復の効果が得られる。湯船に浸かりながら顔に蒸しタオルを当てると毛穴が開き汚れが落ちやすくなる。バスソルトには種類がいくつかあり、ヒマラヤ酸などそれぞれ効能が異なる。抗酸化作用があるビタミンを含む入浴剤を使ってもその効果が期待できる。竹炭を入れたお風呂に入ると水質が浄化され肌に優しいお湯になる。トロン原石を入れたお風呂には皮膚からの毒素を排出するデトックス効果が期待できる。実は毎日湯船に入るとシャワーのみのガス代とほぼ同じになる。シャワーを10分使用する水の量はおおよそ80リットルである。浴室で歌を歌うと声をよく響かせるので歌が上手くなったと錯覚する。冬場の熱い風呂は血圧が急上昇する人にヒートショック現象を引き起こすため注意が必要である。足をこするだけでも血行の促進効果がある。シャンプーのすすぎの腰は残留物となり皮膚トラブルになりやすい。シャワーの温度は37度ほどで肌の負担が少ないとされる。最後に冷水を浴びる人は血行が良くなり代謝が上がる効果が期待できる。シャンプーをしても泡立たない人は頭の油や油が多くなっている可能性がある。冷水と温水を交互に浴びると筋肉の疲労回復につながる。長時間のシャワーは皮脂を強く洗い流すリスクがある。シャワーの水を節約する場合節約用シャワーヘッドが有効である。リンスはあくまで髪のケアであり過度に使うと逆に負担になることがある。シャワーヘッドは一応半年に一度交換するのが理想である。シャワー中に体を温めている状態で足マッサージは血行促進と合わさり足の疲れを和らげることができる。長時間温かい湯船に浸かる人は普段から汗が放出されやすい体になる。シャンプー前に軽くブラッシングをすると髪のもつれを防いだり汚れを飛ばすのでシャンプーがしやすくなる。シャワーで済ませる人は肌が乾燥しやすい。十分シャワーを浴びると20から30キロカロリー消費するとされる。冷水シャワーが冷たすぎると思う人は
シャワーの前に冷たいタオルで身体を拭くだけでもさっぱりすることができる。シャワーにおける軟水と硬水は、軟水の方が泡立ちがよく、肌や髪が滑らかになる効果がある。日本の水はほとんどが軟水であり、ヨーロッパは硬水である。シャワーはアルコールの代謝を促進し、二日酔いの症状が軽減されることがある。シャワーでは大量の汗をかくので、脱水には注意することが必要である。運動直後にシャワーを浴びると、筋肉の疲労回復に集中していた血液が分散して、疲労回復が遅れることがある。運動後にお風呂に入る場合は、30分程度空けた方が良いとされている。最新のシャワーヘッドは水の中に空気を混ぜ、水圧を確保しながら水の消費量を抑えている。シャワーの温度は40度が特に好まれるが、体に問題がない人は、お風呂に浸かる人に比べて年間1000リットルの節水が期待できる。15分から20分のサウナで、500ミリリットルから1リットルの水分が失われるとされている。サウナの整う状態は、瞑想に近い状態であると考えられている。サウナと冷水の急激な温度変化は血流が促進され、酸素や栄養を循環させ、廃物を排出しやすくする。お風呂に入った後は体温が下がるので、そのまま睡眠に移行しやすい。日本の冬のお風呂の平均入浴時間は30分であり、お風呂1回に使う水の量はおおよそ200リットルである。お風呂に入るだけで、30分で約140カロリーを消費することができる。極端な長風呂は脱水や乾燥、心臓や肺への負担がリスクとなる。サウナに入った後、体調が大きく落ちることがあるが、脱水によるものである可能性が高いため、水分補給を意識するべきである。日本のサウナ利用者は、2023年で約1680万人にも上るとされ、近年では毎年市場規模が成長している。お風呂の時間は15から20分が理想的とされている。お湯に浸かることで基礎代謝を約 10% 向上させることが示されている。サウナに通う頻度は週2から3回程度が推奨されており、最大限の恩恵を受けられるとされている。日本の温泉は3000円を超える温泉地があり、毎年1億人以上が温泉を訪れている。サウナが平気な人は遺伝的に熱耐性があったり、ストレスフリーで体が健康であるとされる。お風呂には慢性的な痛みに対してある程度痛みを和らげる効果がある。冬は夏に比べて浴槽に浸かる人が 15% ほど増える。ぬるま湯とは38度から40度のお湯のことを指し、高温とは41度から44度もしくはそれ以上の温度のことを指す。65歳以上の浴槽利用者の死亡率は交通事故による死亡数の2倍以上にも上る。昔のテレビ番組ではお風呂の温度が高い時で50度ほどあったとされる。高温は血圧や心拍数の急上昇、血液の粘りを引き起こし、血液をドロドロにする可能性がある。カビは熱湯に弱いため、50度以上の熱湯を浴室にかけるとカビ予防になる。お風呂に入る際のような急激な温度差は人にショック現象を引き起こす原因となり、最悪失神することもあるので注意が必要である。42度のお風呂に十分浸かると体温は38度を超え、意識障害を起こす可能性がある。皮膚からの匂いとは、体から水分が蒸発する際に発する皮膚ガスによるものである。体を洗いすぎると肌を守るための皮脂や善玉菌がいなくなり、逆に肌トラブルを引き起こすことがある。2日に1回のシャンプーは抜け毛が増えたように感じるが、実際には昨日の分もまとめて抜けているだけである。シャンプーをすると余計な皮脂まで落ちて髪がカピカピになる。シャンプーの使用期限は通常2年以内であり、古いものは洗浄力が落ちる。シャンプーの量は通常500円玉程度で良いとされる。耳の後ろはシャンプーのすすぎの腰が特に残りやすいので注意が必要である。皮脂は基本的に肌を守るために分泌されているものである。皮脂が肌に悪影響をもたらすのは皮脂が酸化してからである。シャンプーが泡立ちにくい時は皮脂やワックスが多い可能性があるので、最初に軽く水で洗ってからシャンプーすると泡立ちやすい。1日シャンプーをしないだけで頭がベタベタする人は過剰な皮脂の分泌が考えられる。シャンプーの適切な頻度は個人や季節によって異なり、冬場は2日に1回でも良い場合がある。シャンプーの泡立つ量は洗浄力には直結しない。シャンプーの時間は洗う時間と同じくらいの時間を確保すると残留物が残りにくいとされる。実は毎日シャンプーをする人は薄毛になると言われることがあるが、薄毛は遺伝やホルモンの変化によるものが多くを占めるため直接的な影響は少ない。シャワーだけで済ませる人は
湯船に浸からない非数分の水道代が約100円へしている。湯船に入る前にシャワーを浴びると入浴によるリラックス効果が深まる。お風呂の温度は少し低めに設定すると体がゆっくりと温められるのでリラックス効果が長持ちする。寒い冬にいきなり熱いお湯に入ると血圧が急上昇しショックになる可能性がある。お風呂に入る前に軽く体を温めるだけでなく横から立ち上がる際もゆっくりと立ち上がると体を慣らすとヒートショックのリスクが下がる。またお風呂に入る前にストレッチをすると血行が良くなりお風呂上がりのリラックス効果が上がる。10分間シャワーを出し続けると約80リットルの水を浪費するが体を温めるので睡眠の質が上がる。お風呂上がりに化粧水をつけるベストなタイミングは体が濡れている時である。温泉には健康に良い成分が豊富に含まれておりリラックスを促進する。2回続けてシャンプーをするとホコリや油が流れやすくなる。お風呂の中で顔に蒸しタオルを当てると毛穴が開きやすくなり汚れが落ちやすくなる。お湯に浸かるだけで基礎代謝が約 10% 上がることが期待できる。泡風呂は乾燥肌の人の肌荒れを悪化させる場合があるので注意が必要である。日本には多くの温泉地があり毎年温泉を訪れる人数は1億人以上である。ぬるま湯の温度は38度から40度程度でリラックス効果が高まる。日本人の冬の平均入浴時間は約30分であり30分お風呂に浸かることで約140キロカロリーを消費できる。慢性的な痛みはお風呂に入ることで緩和が期待できることもある。お風呂の最適な温度は人肌程度が肌に優しいとされている。また長風呂しすぎると心臓に負担がかかることがあるので注意が必要である。古代ローマ人や江戸時代の日本ではお風呂が健康に良いとされ社交の場でもあった。ご視聴ありがとう。チャンネル登録してから次の動画に進んでください。